2年前に参加した時よりはちょっと参加したパネルの数も多かったんですね。会場の方も相変わらず賑やかで、本当にこういうイベントに参加させてもらえるのは僕としても嬉しいことですね、はい、今回一番びっくりしたのはですね、自分たちが作ったゲームの英語版の声優さんたちとこうパネルがあったんですけれども、とにかく声優さんたちのトークがこうすごく賑やかで面白かったのが印象的です。日本でも声優さんとイベントに出ることはあるんですけど、あそこまでこうエネルギッシュでこう本当にコメディを見てるみたいで楽しかったですね。日本でもユーザーさんとこうイベントあるんですけれども、アニメエキスポの方がこうユーザーさんとの距離がすごく近いんですね。で、その場でこう、サインしてゲームの意見を言っていただいたりとか、それからやっぱりゲームの質問をしていただくっていうのはこう日本ではあまり機会がないのですごくフレッシュで、それからやっぱりこの自分たちのゲームが、日本の国内だけじゃなくって、北米でもこう面白いと言ってもらえるんだなっていうところから、やっぱり次のゲームを制作していくときにこう北米の意見というのもこう取り入れていけたらなっていうふうにやっぱりこう思いますね、はい、基本的にここが好きとかゲームのこういうところが良かったっていうところがあまり違わないっていうところに逆にちょっとびっくりしました。あと一つ違うなっていうところがあるとしたら、もう割とはっきり次はこういうタイトルが遊びたいとか、このキャラクターを出してくれとかはっきり言ってくれることですかね。一番好きなことって言ったら、やっぱり北米のお客さんをやっぱりこう近くでやっぱりいろいろ言っていただいて、やっぱり次も頑張らなきゃなって思わされるところなんかがやっぱり僕にとっては一番良かったんじゃないかなと思います、はい。